雪の日に休まずに来たというのがすごいと思います。もう一回ちょっと取りますので言わせてください。儲けるという漢字は二つに分けると信者になる、つまり自分を信じる人をどれだけ持ってるかということがビジネスの基本だという話です。だから要するにあいつに任せたら間違いないという人になってほしい。そのためには忘れ物をしないとか、何よりも人間的に信頼される人ですね。これ信じるものって信頼される人でいいとか、優しいとか、人の悪口言わないとか、はい、で自分を信じてくれる人を増やすという心構えで今年スタートしてほしい。であと1個はこれです。最近仕入れた数字なんですけど、 1.01 の365乗というのはですね、 1.01 は1を基準にしたら 0.01 大きいわけです。1より、つまり前の日よりも 1% だけ頑張るというのを365日続けたら 37.8。 じゃあ 1% サボった人どうなるかですね。なんとこれがですね 0.03 になる、限りなくゼロに近づくんです。たったごめん 0.、 ごめんね 0.99 でした、ごめんなさい。たった 1% サボっただけです。いいですか。これは 0.09 っていうのはですね、1から 0.01 を引いたものでしょ。 0.99 ですね。つまり、前の日よりも 1% サボった結果です。まあサボ中はないから手を抜くでもいいです。たった 1% ですよ。たった 1% ですけど手を抜きました。まあいいか、これぐらいでいいかみたいなのを365日続けましたね。そしたら限りなくゼロに近づく。これを聞いたときに、俺はやっぱりこっちの方を選びたいと自分の人生としてよ。まあ、あんたたちはどっかでさ、まあ、少しは休みたいとかあるかもしれんけど、もう俺残りの人生短いです。やっぱりね、ゼロに近づくよりこっちの方が、俺はやりがいもあるので、だけ、例えば去年高校生には、科学を出さなかったけど、今年は高校生が少ない高校生の科学を出して塾に来てもらうしようと、それは今年初めてしたですね。だから 1% 意識した、去年してないことを今年したら、じゃああんたたちに引き直したらかい、2学期してないことを3学期チャレンジしましょう。何でもいいですね。まあ、一番やっぱ授業の集中度、授業の受け方ですよ。ほんで今ちょっとね、休み時間からガムを食べてる人はまだ食べ続けてる人が3人ほどいるかもしれませんので、ティッシュを持ってきますから、授業が始まったら自主的に自分で出してください。よく言うやつ、まだ味が残ってるんですけど、それでもしょうがないです、はい、例えばこう会社で社長の前でミーティングが始まった時に、社長まだ味が残ってますから、まだ開けなさいよ、ないっすよ、ない、そんなものはないです。始まった瞬間にこういうちょっと持ってきますからね。くっつけちゃってからフェンチしてると思いますけどね。大丈夫ですか。じゃあ、授業に入りたいと思います。で、持ってきてる人はどこを間違えたか多分チェックしてると思いますので、英語からいきます。はい、英語間違えた場所または説明してほしいところを言ってください。1番の問1からいきます。1番の問1、単語でした。
なるほどね。はい。ノートいいですね。ノートそのままいきますね。はい。ね、じゃあちょっと単語はチェックしましょうか。ね、単語チェックしましょう。ただの単語チェック面白くないので、教科書に載っちゃった例文を使いながらやっていきたいと思います。いいですか？じゃあいきますよ。はい、あなたは疲れていますか？そういうことあるよね。さあ行きましょう。あなたは疲れていますか？はい、日本文変えたら英文を作ってみてください。あなたは疲れていますか？そうそう、そうそう、文字をしていいですよ。単語3つしかないです。単語3つしかない。さあどうでしょう。素晴らしいね。英語強いからね。Are you tired? Are you tired? はい、これが疲れたという形容詞です。形容詞の前には B 動詞で。Are you tired? 疲れましたか？疲れてますか？ね。単語3つしかないですね、中1は。じゃあ答え方は2種類です。はい、どうぞ答え方。疲れてる時と疲れてない時。これはさ、タイヤーの単語だけ練習とけたらもう全然レベル低いっしょ。話にならんしで、いきますよ。はい。疲れてるときはもちろん、Yes。Are you で聞かれたら、Yes no で答えるのが一般的です。Yes, I am。Yes, I'm はありません。ところが、No のときは、I'm not というのが一般的。もちろん、I am not でもいいです。はい、できた人。Yes, I am と。No, I am not。いいですか？ありがとうございます。はい、疲れてますよ。いいで疲れてませんよということでした。はい、じゃあ2番目いきましょう。ね、あなたは何か趣味がありますか？まだまだ進んだところそんなに多くないので、出てきた単語少ないので、もバリバリ英語得意できますかね。あなたは何か趣味はありますか？何か趣味ありますか？行きましょうか。有名な文章です。何ですか？ Do you have? Do you have? さあ、その次何が来ますか？そうです、そうです。Do you have any? で、もともとホビーはこういうスペルでした。でも、ホビー？図にするよね。じゃあ、Y を I に変えて、いいです。その通りじゃん。Do you have any hobbies? そうですね。Y を複数の S、複数の S をつけるときは Y を I に変えて ES にしますね。はい、で、ここで例えば、かけた人何人ですか？ Do you have any hobbies? はい。
で、かけた人が今3人ぐらい。で、かけてない人はここで追いつくんですよ。授業時間内に追いつくんですよ。でもそれが基本なんで、うちの塾生やったら言われんで練習しようかです。先生がおる前だけ練習するじゃなくて、自分のためですから、やべ、みんなできとうっつって追いつくんですよ。で、これがですね、明日でもいいので、もうちょっとあと一回自分でテスト問題作って、書けるようになるかどうかチェックしたらもうパーフェクト。ただもう、できてる連中に追いつきます。はい。一日で追いついてます。じゃあ、あなたは何かペットを飼ってますか？これと同じなんですけど、何ですか？何が変わるだけですか？これも、何も変わる。Do you have any?あ、動物とは限らんかもしれませんが、まあ、まあ動物だよね。ペッツでしょ、普通。ペッツ、うん。何か動物飼ってますかって言ったら、アニマルズともちろんいいと思いますね。でも、ペットち動物しかおらんか。ただ、教科書に出てきたのはペッツでした。ね、Do you have any pets? そうね、動物か、もう動物やね、ほとんど。うちも犬飼ってますから。今日戻しましたね。体調悪いんですよ。戻して、ね、ちょっと心配なんですけど。じゃあ、その次行きます。ですね、家族行きましょう、家族。家族を書いてください。わかりますか？家族って何ですか？はい、例えば祖父とか祖母とかそういう意味で家族じゃん。で、父母ね、まあ、こんな感じですか。まあまあ、あとはあの次、ここはどうでしょうね。母親の兄弟、母親の兄弟を何と言いますか。あ、母親の兄弟、それは母親の兄弟の子供。いとこ。そうね、おじさんおばさん。であんたたちが今アピールしちゃったのはここでしょ。こことここがいいところでしょ。日本からこっち側なんですね。これがいいところです。はい、じゃあこれに関係する単語どうぞ。祖父、祖母、父、母、兄、妹、父、おばあ、いとこ。そんなこといっぱいあるけど、頑張りましょうね。さあ、称号はおじおばいいとこですね、称号。じゃあ、まず簡単なところでいきたいと思います。ファーザー、マザーは書けないとやっぱちょっと寂しいね。マザー、M を取ったら他人ですかね、有名な。 M 取ったらアザーですか。アザーって他人だ、面白いね。 M がついたら母親、一番こう大事な人になるわけです。マザー、ファーザー、まあ、お父さんとかお母さんで比べると離すんですよ。で、兄はブラザーでした。まあ、姉、妹、どちらですか、シスター。この辺までは書けるでしょう。これは書けないか。もう英語ってやっぱ単語命なんでね、基本単語力なかったらもう勝負そこで終わるんで。さあ、じゃあおじいちゃん、おばあちゃんはお父さん、お母さん、何をつけたらいいですか。ブランドをつけたいね。はい、ブランドがつきます。
グランドファーザーで、グランパって言ったりしますね。パパのパオパオってグランパって短縮して言ったりします。グランドマザー、グランマ、ママですね。グランドマザー、まあ、短縮してグランマって言ったりしますね。さあ、あとは問題はおじさんおばさんいとこが書けるかどうかです。それが地方地区のレベルを左右しますね。福岡北九州へ行きますよ。これはまずおじさんは何だ。これおじさんは結構有名。アンコウンクルと書いてアンコウ。あれ、これも練習でしょ。何回か練習でしょ。アンコウ練習でしょ。はい、おばさんは何ですか。アントでサープですね。アントアントとアントでサープです。これは10回ぐらいかな、いかんじゃん。あのおじさんで比べるとおばさんが覚えてない人が多いので、アンクルまでギリギリなんかアンクルトンとか聞いたことあるけどね。アーンとおばさんです。アンクル、アンクルちおじさんです。アーンとおばさんですね。はい、じゃあいとこは何でしょう。いとこ、じゃあスペル書きますね。いとこ、なんと発音するか考えてください。これを更新と呼ぶ人が多いですよ、ね、更新と呼ぶ人が多いです。実はこれカズンと発音します。はい、カズンです。中1の時に実は家族構成って出てくるわけだから、もうあんたたちはこれ家族全部言えないから、本当ですね。でものんびり育ってるわけよ。それはあんたたちに責任ないと。もうただなんとかなしにレッスン何なんか終わって終わりみたいな感じ。そこがいいなんです。はい、じゃあせっかく家族になったらもう家族出てこんとですよ。そうかもしれない。もうそれで終わりですよ。じゃあ当然おじさんおばさんいとこは絶対覚えてないと思う。弱いとこがあるのに先に行きわけです。そこが問題なんです。はい、だから今年は 1.01 ですよ。 1.01 の385 弱いところを絶対強くつけていくということですね。ですか。それせんと将来的に例えば大振り受けますよとかって言って向こうの連中と同じところに行ったりする。まあ100譲って高校まではこっちやった。でも大学受験って全国ですよ。そうでしょ。全国の連中と一緒になるのにこんな書けないような力で勝負できますかって話ですね。ですか。はい、ということで今年はあんたたちをしっかり育てないからですか。2年生が一番大事って言いましたよね。一番大事なのでいいですか。はい、聞きたいこといっぱいあるんですけど、とりあえずちょっとずつやっていきますので、ね、まあ、安心して、でも練習したところだけは絶対忘れないようにお願いしま す, です、ね、ではですね、どこ行こうかな。これも上手なんですよね。よし、これ行こう。彼はサッカーが上手です。はい、2種類で書いてください。彼はサッカーが上手です。2種類、もう全部受験の常識。
とりあえず終わっとっちゃね。本当ですね。いきますよ。He plays サッカー。とてもなかったら、とてもあったらベリーですが、He plays でサンダルネス忘れてませんか。はい、サンダルネス忘れた人は赤でしょう。そこは赤で。うん、あの英語ね、一生話さんで言いとったらいいの、思っちゃいけない。私は日本人なので、なんで英語を勉強するのか。A はいいですか。英語を利用して注意力を身につけないか。注意力バリバリ科目やさ、英語です。これいいよ、一生。飯塚から一歩も出らんでいいよ。本当に狭い人生でいいよ。ね、英語話したくない、言っちゃいいよ、それは。でもそれはあんたの自由だ。けど、注意力をつけましょう、英語を利用してと。せっかく、まあ、今からもね、あと最低3年間、大学まで行ったらあと9年ぐらい勉強するわけですから。どうせやったらそれを身につけて、なんか自分のためになるようにしましょう。で、ここは上手にという。ウェルは何しでしょう。ウェルって何しですか。福祉、そうです、そうです、そうです。ウェルは福祉でないから。そんなの1年生で考えるってですよ。あんまりいません。何しですか。さっぱわかりません。もう勉強してないから。ね、習ってないからわからない。習ったらわかる。ね、福祉です。上手にする。要するに動詞を説明するのが福祉なんです。上手にはするにかかる。こいつ動詞なんです。動詞を説明するのは福祉です。もう一つの書き方、さあ、あと一個の文章がわかる人。わあ、素晴らしい。はい、He is。さあ、ここに大事な一つのキーポイントがあります。ああです。この案を忘れていかんつって前も言ったことがあります。ね、成長してますか、ね、He is a good。ごめん、good が先に来ます。上手なですね、形容詞。good、サッカー、さあ最後はプレイヤー。そうです、プレイヤーです。プレイヤー、プレイヤーは何詞でしょう。プレイは動詞。プレイヤー。プレイヤーって選手。名詞。名詞だから、こいつは名詞なの。名詞だから、あがいるわけでしょ。こいつは全部ここを説明してるだけです。グッドは上手なという、こいつは形容詞。上手なは選手にかかる。名詞を説明するのは形容詞です。形容詞。もうそれだけで全然違いますよ。名詞を説明するのは形容詞。ね、選手っていうのは名詞。プレイヤーは動作を表すけど、プレイヤーはそれをする人でしょ。言い争って一人ね。ランナーでしょ。走る人ね。いいですか。はい、じゃあこれ2回ちょっと自分でテストしてみてください。はい、どうぞ。彼はサッカーが上手ですという表現です。これはサッカーが上手です。He plays soccer well. He's a good soccer player. 彼は上手なサッカー選手です。彼は上手にサッカーをします。次13番。中学
ですね。成長してますか？大丈夫ですか？いいですか？書くようになりました？いいですか？大丈夫ね。よっしゃ、はい、じゃあ行きましょう。その次、ですね、あの 来週、ごめんなさい、木曜日も俺来れるようになったんで、木曜日もね、あの今日忘れた人は、まあ、このプリントを忘れなくてもいいですし、持ってきてもらったらいいですし、また家から持ってきてもらうと、どこが間違えたかが多分分かると思うんですけど、それで、数学は間違えるところを説明したいので、遠慮なく言ってください。はい、数学いきます。間違えたところがあったら、ちょっと説明してほしいところがあったら、遠慮なく言ってください。そういうのが嬉しいわけよ。もう、反発を入れずにね、ここっちゅう、それ聞いてもらうと嬉しいわけ。やけん、自分のプリントがあったら、分かるじゃないですか、間違えた場所。そこが大事な。鳥さんの何ですか？大木さんの。四角さんの鳥。ああ、はい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 。はい、じゃあこれちょっとノートいきましょう。数学の復習3番の問いの復習ですか。みんなしようと思います？こんな勉強しようんですよ。だから俺がね、もし校長やったら絶対全部の先生に指示出す。もうテストを受けっぱなしにさせるからできてないやつが多いから説明して指示出します。ですか。じゃあいきましょう。 A さんはですね、A さんは7時に出発しました。あ、ごめんなさい、7時20分に出発です。あのね、本当はこの文章問題値ノートに移した方がいいわけ。なぜならば、プリントがなくなったら文章問題の答えだけ書いてたらそこは分からない。でも全部移すのが大変やけん、ポイントだけでもいいき書いとってください。で、A さんは、毎分60メーターで歩きました。ね、はい、7時20分に出発して、毎分60メーターで歩きました。ね、はい、今度、兄が登場します。兄は、7時26分に出発。ですね、はい、毎分 80m です。まあ、これは兄ちゃんの方が速くないとストーリーが成り立たないです。まあ、これあれですね。はい、で、で同時に着いたって書いてあるんですよ。同時に学校に着いた。ね、で、実は、学校まで何メーターかっていう話です。学校まで何メーターかって話です。ですね。それでですね、いいですか。それで、これ、実際に X メーターにしたらダメなんです。道のりを X にしたら分数になるんですよ。分数をできるだけ避けたいでしょ。嫌でしょ。ね。だけん、ここに書いてあるように、A さんが、今回ね、僕から答えですよ。A さんが、X 分を歩いたとしましょう。学校まで着くまで X 分を歩いた。A さんが X 分を歩いたとします。では、兄は何分歩いたかです。兄はさ、何分歩いたと思いますか？なんか考えてほしいな。ただ1ミリも分からんことはないですよ。どこにヒントがありますか？
あのもちろんもちろんそれもそうなんですけど、なん A さんと兄さんで違うのは分速の他に、そう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 、出発した時刻が違うんですよ。ね、ぶっちゃけて言いましょうか。例えばさ、そういうともわからない人のためにね、ぶっちゃけて言うと、A さんって7時20分に出発して、例えば8時に着いたとします。何分歩きましたか。40分歩きましたよね。兄は7時26分に出発したんですよ。で、同時に着いたっていうのは覚えてるでしょ。同時ってことは何時に着いた。8時でしょ。同じところに着いた。何分2、3歩いた。あ、ごめん、26分だと思いますね。何分歩きましたか。34分でしょ。34でしょ。はい、これがヒントです。これがヒントです。これも買い取ってください。いいですか。そうしたら思いつくから。わかる。同時に着いたっていうのはポイントよ。7時20分で8時やったら40分、7時26分に出発したら34分しか歩いてない。じゃあ A さんが X 分歩いたとしたら、兄は何分歩いたことになりますか。 X-6。 そこです。たった1個だけなんですよ。たった1個だけ気がついたら人は感心してくれる。すげえもう頭いいと思う。たった1個だけです、違うのは。実際見てください。6分遅れて同時に着いたってことは、歩いた時間が6分少ないってことでしょ。すごいでしょ。あんたたちぐらいの頭がある人が、こんくらいが気づかんわけない。要するに何が言いたいか、手も足も出らんタイプの問題ではないつも。とにかく鍛えないかんす。はい、こういうふうに文章を作っていったらいいです。ところで、A さんが歩いた道のりと、B さんが歩いた道のりはどうですか。だよね。だって家から学校まで、家からまあもちろん同じ道を行くとして、ね、じゃあここでポイントになるのは、道のりは小学校の先生が教えてくれました。道のりは何だったですか。小学校の言い方で言うと、この端切りで言うと、だよね、だよね。一生懸命先生教えてくれたよね。速さと時間、道のりは速さと時間。はい、じゃあ式を作ってください。どうぞ。姉さんが歩いた道のりと兄が歩いた道のりは等しい。ちなみに道のりは速さと時間。ですか。はい、じゃあ行きますよ。A さんが歩いた道のりは速さかけ時間。兄が歩いた道のりは同じく速さかけ時間。で、家から学校まで距離は等しいので行こう。全然大したことないっす。ですね。なんかやっぱ鍛え方が違うとです。ね、隣で言ったんだけど、最近のスポーツニュースを見て感動したので、ね、感心したという。卓球の女子の決勝、全日本。ね、はい。中学3年ですよ、決勝進出。あとは伊藤もやったけど、そう伊藤美和と伊藤美和がやってストレートで平野で勝ちます。そうなんや。あのダブルス組上仲間やけね、めっちゃ仲がいいんやけど、もう全然体が高かったんですよ。そして最後は圧倒的強い女王の石川佳純、ラストでもすごくなかったですか。すごかった。9-4から1回も点上げずに勝ちましたね。うん、1ゲーム取ったね。石川佳純が1ゲーム取ったんですよ。すごいですよ。中3ですよ。あんたたちとは2歳しか違うんです。
どんだけ訓練しようかんですよね。さっき、何ちゅう同じ年代が変わる、今若い連中がめっちゃ活躍しててさ、あの、体操でも誰、床で金メダルとか、起こすでしょ。すげえっすよ。中学生に抜けるとこすんだ。勝ちました。男子、ハリボトだ。男子、小学生、でっけえハリボト。小学生見えんけど。すごい。あ、水泳はなんかあのちっちゃい子っていうか、どうやって分かるか強いよね。うん、そう、身長だけ。ほんと。いや、だって、あの人あれだけ、まあ皆さん、あのスポーツの世界でもそうやけど、勉強でも鍛えたら、まあ、まだまだ、全然、ぬるいぬるい。まだ、まだ本気出してない。もう一回行きましょう。この文章問題、ね、質問してくれたってありがたいんですけど、とにかく、本当は家から学校までの距離聞かれたいんやけど、その歩いた時間を X に置かせた方がやりやすいね。だから A さんが X を歩いたとしたら、兄さんはあんま歩いてないよね、遅く出発ですね。じゃあ何分短かったかっていうと、6分短かったんちゃうんですね。で、まあこれぐらいの方程式は私やったら解けるでしょう。ですね。OK ですか。で、これが本番でできたら、バンバンこう上に上がっていくわけですよ。で、まだできてほしいところがいっぱいあるのに落としてるっていうのが結構多いです。はい。で、これ X が24とかなりますので、もうこれ解けるね。あといいね。分解方法でね。で、X24 になるったい。じゃあ、家から学校までの道のりは違えたら、当然こいつが道のりでしょ。こっちに代入するよりこっちの方がまだ楽ですよ。多分。だけん、60×20。もう本当にね、出たら、これを使うのがめちゃくちゃ多いですよ。とにかく出た答えを代入。ですか？ね、今年はこいつですよ。0.01 ですよ。毎日 0.01。もうちょっとでいい。ちょっとでいい。はい、もう俺これを意識し始めてから、これ見たのが1週間10日ぐらい前かな。意識し始めて変わりよう、自分で変わるのが分かる。変わりよう、だんだん手応えが出てきたんです。はい、いいですね。だからとにかく前よりも一歩、ちょっと一歩でいい。本当に一歩先を行きましょうということです。ですね。で、あとはね、あの俺が去年大失敗した理由は、一つは、人と比較しようとです。羨ましい人がいるわけ。で、その人が、すごいこう、やっぱ、お金も稼いでるし、人格も素晴らしいし、その人に近づきたかったんです。その人を超えたかったんです。とりあえず、お金も稼いでるし。で、そこに落とし穴があって、で、やっぱ、原点に帰って考えたのは、自分と比較したいです。さっきの 0.01 の話なんやけど、いい人はいいです、とりあえず。もう一生追いつけない人もいますから。もう生まれつき何億も持ってる人には、俺も多分追いつく気がする。でも追いつく必要もない。ですね。ただ、まあ、家族と幸せに、俺が一生間は幸せに暮らせて、で、子供たちが自立するまでのとりあえずのお金が蓄えられたら、それ以上はいらんですよ。見てください。100円ショップの時計してます。これが何十万の時計したって関係ないです。俺にとってはね、60万の時計が欲しいとか思う人もいるかもしれない。俺一切ない。物欲はあんまりない。ただ家族のためにお金残したいっていうのがあったんですね。それもう一回原点に帰って、で、人生設計してる人がいました。今からあなたたちの自分の人生を設計する。何歳で結婚する、子供は何人つく、その子供が大学に行くまでに何百万かかる、だからここで何個貯めないかと。はい、いいっすか。何もでも、もう俺が羨ましい、あんたたちは時間がたくさんあるんで、残された時間、もう残された時間どんどん減るわけですね。もう一つこの残された時間で話しないけど、俺が大好きな人にも社長さんがいるけど、実はがんになってですね、余命宣告されてる。それをフェイスブックで送ってきてくれたんですよ。フェイスブックで。もう40代ですよ、まだ若いです。
俺よりも半から分かるんですけど、もう今まで二十歳の時に人生設計してやりたいことをほとんど実現してきた。ただ4年宣告された時にやっぱり心残りなのは子供たちのこと、ね、そういうことです。どうすか、例えば明日死ぬかもしれないって言ったら、ね、何しますか、よく聞かれるけどさ、若い人たちはあんまり考えないでしょ、ねね、何をしますかね。まあ明日じゃ極端にやって、明日やったらあんまりあれやろうけど、1年後とかだったら本当一日一日大事にするんでね、もうその気持ちでやっぱり一日一日を大切に、あのスキーの事故みたいにさ、いつ自分の命が終わるかわからんわけですからね。早かったね、早稲田の人たち多かったね。で就職決まってる人もいたね。どういう人なんですか、バスがなんか転落してる、転落してる、12人が亡くなって2人運転手さんも亡くなったけどね。そっそに運転手がなんかああだこうだとか、会社側は何もしないけど、慣れてない運転手でさ、小型のバスしか運転したことない人で、大型の運転手さんでさ、でしかも、であれでしょ、うん、そう、60何歳の人やき、当然体力的な問題もあるよね、深夜バスやさ、めちゃくちゃやき、もう、ほんと歯がゆい。だから、いつどうなるかわからんけんね、とにかく一日一日を大事にしてほしいなというのがあるわけですよね。じゃあね、あと1問ぐらいいけそうですよ。1問。どこ行きましょう。綺麗なグラフとか大丈夫かな？大丈夫だね。うん。大丈夫そうだね。何番だ？四角。うん。あ、取り4やろね。うん。これね、でもちょっと残された時間って少し時間かかるけど、朝。手にさせてください。方程式以降の最後の計算、計算一回やって終わりましょう。ですね、3番の問1の6いきます。あと理科も質問箇所だけ説明するので、理科もね、質問箇所をちゃんと印をつけてきてください。効率よくいきましょうね。それと学校の授業も進むので両方やりますからね、朝日と。じゃあ行きますよ。まだまだみんな頑張って一日一日を大事にして鍛えていきましょう。いいっすか。3x プラス5、ちょっと贅沢なもんだよね、分数の中に小数を交えてさね、ちょっとすごいよね。で、分数言え、小数も言えるね。じゃあ、一緒に分数も小数も整数直すためには何をかけたら良さそうですか？ちゅうときにやっぱりここじゃん？やっぱりここやね、ポイント。ここって言ったら、最新ニュースはここ1やね。ここ一の廃棄したものを、まあ、売ってて、みんな知らんと。実際ってなんか、コープのなんかも売ってたらしいっすね。ああ、いろんなところをね。緑フーズですよね。そうそう。知らんよね。賞味期限切れしたって思わへんよね。いや、なんか、緑フーズとか、なんか廃棄処理場のやつって、そうそう。なんか、日本でも結構有名なところらしい。ああ、そうなんすか。40年の老舗らしいです、ね。おぉ。そんなやっところがしてた。ねえ。キャーそうね。じゃあこの5と8見たら何かけたらいいですか。もうそれしかないでしょうね。でその時にここをカッコで食って40をこいつにもかけることを忘れなければ、この問題は大した問題ではないですね。はい、分数小数だったり面倒ちりくそうやりにくいし文句言うやつと、さっさと40かけて整数直してスイスイといくやつ、2つに分かれるわけです。ただあんまり文句は言わないです。もう文句言うしまかったら先にやっつけてしまうんです。はい、で8カッコですね。人と比較しない、もうちょっと俺が最近勉強したことなんで、自分が
どこでも先に行けばいいです。昨日の自分と比較する。まあ、こうできたらいけるんじゃない？ね、こうできたらいけます。めっちゃ数学苦手なさ、分配法則、後ろに書けませんもんね。ここだけ書けて知らんかもしれない。すんじゃん。分配っていうか、日本語で意味が書くんで、配ってねえし。一人しか配ってねえし。感じですね。はい。いいですか？35よね、ここね。7でいいよね。分数になったっすか？やってますね。珍しいね。40、51っす。しかもさ、これさ、最後に約分できること気づかなかったらいかんね。終わりよね。うん、そうそう。1で終わっちゃうときって3で割れたり7で割れたりする可能性があるとき、そこら辺は疑った方がいいですよね。それで割れるときあるんですよ。それで割れるときは13とか17っていう素数で割れるときあるんですよ。でもいずれにしても3、7が主人公ですね。で3で約分して4分の17というのが答えになりました。いいですね。じゃあ皆さん気合入れて今年1年間一緒に頑張ってみてくださいですね。 0.01 です。いいですか？はい、じゃあ終わりましょう。あさって忘れないように持ってきてください。それと、何だっけ、あ、これ新聞に持ってきてるで、復習して、まあ、これと先に説明したくないね。もう一回こう、自分でわからんところに持ってきてください。じゃあ、あさって、自分の答案用紙やったら、こう、丸つけていると思いますので、それをそちらに持ってきてください。いいですか？ですね。はい、じゃあ、終わりまーす。せっ。せっ。明日。一週間寒いち情報なんで、風邪ひかんこと知ってくださいね。うん、一週間寒いらしいですか？今日、準備明日。